岐阜基地の航空祭は自衛隊の活動をより知ってもらおうと毎年開かれていて、今日は天候にも恵まれ、朝早くから家族連れら6万5000人が訪れました。会場にはステルス戦闘機の実証機 X2 をはじめ、新しい航空機のテスト飛行を行うコースの岐阜基地設置50年を記念して特別な塗装を施した T4 などの航空機が展示され、航空ファンらが写真を撮って楽しんでいました。また今回はプロペラ機の飛行タイムを競うレースで世界一に輝いた室谷義秀さんが賞を行い、高度なテクニックで大空に絵を描いて訪れた人を魅了していました。